お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日はですね、こちらの100均で売っているねクリアケースを使ってね、コケリウムを作っていきたいと思います。で、本来ならね、こちらのケース、フィギュアとかね、そういったものを入れるためのケースだと思うんですけれども、今からこの中にいろいろね、入れておしゃれなものを作りたいと思います。で、まずはじめにソイルですね。苔を育てるために必要な、土というかね、ソイルというね、こういった敷物を敷きます。で、湿度が非常に重要なので、先にね、ソイルに十分霧吹きをしていきたいと思います。霧吹きじゃなくてもね、普通に水をかけてあげて湿らせれば問題ないです。で、ちょっとね、見づらいんで水滴をティッシュで拭き取りまして、で、今からね、こちらに苔を入れていくんですけど、その前に骨格を作るということで、いい感じのね、こういった溶岩石というね、石で全体のね、構図をちょっとざっくりね、作りたいと思います。で、このね、石の置き方によって、どんな感じのイメージになるのかっていうのが、雰囲気がね、結構決まってきます。で、僕はね、両サイド手前に2つ置いて、奥ちょっとね、このソイルをですね、奥の方にかき寄せて、高さをつけて、手前から奥に向かって、ちょっと傾斜があるような形にしていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。いいんじゃないですかね。現段階だとね、どんな感じになるのか全くわかんないと思うんですけど、まずはこちらの苔を使います。で、こちらの苔がですね、細葉沖縄苔という種類の苔になります。で、結構ね、硬くて設置しやすい、結構プレート状になってるんで、そのままね、適宜好きな形にちぎってですね、設置できるという、そういったね、利点があります。結構比較的ね、乾燥にも強いタイプの苔だと思うので、前面にね、こちらを敷いて、まずはね、見栄えを良くと。で、やっぱり前面に置く苔は高さが低めの苔を置くとおすすめです。で、奥にはね、ちょうどこの細葉沖縄苔がなんかね、花つぼみっていうのかなが生えているものがあったんで、これをね、ちょっと背面に設置してみました。上から見たらこんな感じです。続いて、こちらの苔ですね、砂苔という種類のね、苔です。で、こちらね、結構背が高いタイプの苔なので、後ろの背面にね、植えていきたいと思います。こんな感じですね。イメージ、手前が低くて奥が高くなるような形にね、配置するという感じです。で、今回ね、100均のこちらのケースを使って、コケリウムを作ってるんですけれども、非常にね、空間が狭いケースになっているので、できるだけ少量ずつね、いろんな種類のコケを使うことによって、かなりね、雰囲気が良くなるようなね、感じになります。で、続いてね、大白髪苔というね、苔ですね。こちらもね、かなり細かくちぎれるようになってるんで、ちぎって根元をですね、ピンセットでつまんで、ソイルの上に置く感じです。できればね、埋められた方がいいんですけど、埋めなくともかなりこのケースだと湿度が保たれるので、軽くね、置いてあげる。要は苔と苔、岩との間に挟んであげるだけで、しっかり固定されて成長するといった感じになります。こんな感じですかね。なかなかいい感じできたと思います。で、続いて使うのがですね、こちら、小壺苔というね、どちらかといったらちょっとこう湿度がかなりいい必要なタイプの苔ですね。で、そもそもこのケースね、かなり湿度が高く保てるケースになってるんで、あんまり気にしなくてもいいと思うんですけど、乾燥にはね、弱いタイプの苔だと思うので、できるだけ、傾斜の低いね、前の方を前面の方にね、置いてあげたらいいかなと思います。こんな感じで、ちょっとね、中央をあえて開けてるのはこの後ね、とあるものを置くからなんですけれども、まだちょっとね、隙間が空いてるんで、一番初めに使ったですね、細葉沖縄苔というね、このスポンジみたいな苔をね、これ結構指でね、簡単に押してあげたら形をね、変えられる非常に都合のいい苔なので、前面に置いて、で、隙間にね、先ほどの小壺苔ですね、植えていきたいと思います。できるだけ前の方に。で、隙間を埋めて、これでほぼ完成です。現段階で4種類かな、苔を使って、こんな感じの見た目に仕上がりました。一番初めに置いたね、溶岩石、岩で大体全体の、ね、骨格が決まって、その周辺に各所、いろんな種類の苔を少しずつ散りばめると。
で仕上げがこちらです。はい、Amazon でね、販売していたもののけ姫に出てくるね、小玉というね、まあ、森の妖精っていうので合ってるのかな、こちらの方をね、配置したいと思います。でこの小玉がですね、夜ね光るんですよ。だから結構ね、電気消して、見るとかなり怪しげにね光っていい雰囲気出すとは思うんですけれども、まあ、真ん中にセットしてあげて、ちょっとねソイルとかで少しね、固定しやすいように工夫して、で隙間を最終的には細葉沖なごけで埋めて完成と。でね、ちょっと今置いた感じだとね少し高さがあるんで、もうね指で押しつぶしちゃって大丈夫です。押しつぶすことによって、まあ、ソイルがね下に沈み込むのと、苔自体もねちょっと縮んじゃうので、グッと押してあげてね、結構丈夫な苔なんで大丈夫です。こちらで、完成となります。どうですか。まあ、あの入れるものはね100均では手に入らないようなもの、まあ、普通に園芸屋さんとかでね買わないと手に入らないようなね苔たちにはなるんですけれども、まあ、100均で売ってるねこういったケースを活用して、こんなにいいコンパクトにね、おしゃれな苔リウムが作れるということで、ぜひね、皆さんも近場の100均に行って、いろんなクリアケース売ってるんでね、試してみてはどうでしょうか。まあこんな感じで、今回はね、ミニ苔リウムをね、作ってみました。ぜひ参考になっていただけたら嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。